はい、じゃあ引き続き松永やっていきましょう。で、前回三好と講和したんで、三好への工作が切れたんだよね。だから、まあ、これをどっかに行かせよう。織田とか、どうなん？なんか武将強いそうじゃない？あ、キークーか。あー、キークーね。いや、なかなかいいと思うんだけど、サイト重いな。10人。誰いんの？あ！堀宮だ。あ、これにしよう、これ。堀宮、だから、久秀で、堀宮を、狙いましょう。承知いたしました。朝倉明宮どうなったん？なんかなぁ。いやぁ、ユーサー行かせたけどパッとしないよね。浅井どうかなぁ。おー、いいんじゃない？あ、でもここ、久秀なのか。そうか。他に誰か候補部署いる？あ、いないね。やっぱ松永久秀が、ちょっと図抜けてるっていう感はあるよね、一人。そっか。ま、とりあえずは堀宮狙いで。斎藤、行きましょう。で、まあ、整ってるんで、このまま、あれ？あ、そっか、波多野も講和したっけ？そうか、そうか、そうか、そうか。いや、波多野、行って赤鬼青鬼吸収したかったんだけどね。別所って感じでもないしな。六角行っちゃうか？同盟国が、浅井と六角が、あ、でもそもそも浅井と六角って繋がってないか。行っちゃおう、六角。立ちはだかる米は、秋が来たばっかりだから、あるよね。確認しなかったけど。うん、2万4000ある。まあ、なんとか。なんとかなるか、なんとでもなるでしょう。じゃ、いきなり行っちゃいますか、観音寺を。これって、観音寺城は観音寺にあるんだよね。これ、ややこしいな。安土と観音寺ってあんの。これ、安土城になると安土のとこになるんだよね。籠城戦。なんかでも、赤線出てるね。1600が出る予想か。どうしよう。とりあえず日野を奪って南北で分断しちゃおうか。なんかね、一応動いてるもんね。じゃあこの7対1万3000で、まあ十分でしょう。これが1万6000ぐらいだったよ、確かね。1万600か。じゃあこれで日野城向かいます。米24000のマイナス5600だから、ちょっと怪しいかな。ね、4ヶ月トントンぐらいか。今なんとかなるでしょ。いきます。志置いておるわ。将は終えられぬな。わ、鬱陶しい。国衆これ、え、ちょっと待って、これいいの？300ですよ。いや、取り付いちゃったよ。え、この即、即落ちだけど、でも、まあ、間違いなく来るよね。お、南部駒、南部駒来たね。じゃ、ま、全軍を展開させ、采配次第、行きましょう。国衆が乗るから、1万2000ぐらいもなんのかな？国衆、今一つ今ない、なんか、1割だかだっけ？兵不円の。だったよね、確かね。うわ、すげえ増えた。ちょっと待って。3割も増えたんだけど。そんなんありですか？うわ、一気に五分と五分に持ってかれたか。まあでも結構丸のサイズに差があるんで、まあこのちっちゃい丸を消し飛ばして、でっかい丸を包み囲んで、みたいな感じでやりましょうか。これ、知れましたな。鉄砲があればいいんだけど、残念ながら鉄砲がないからね。まあとは言っても、ユーサイの魚根があるっていうのはね、でかいよね。さあ、どうする？睨み合ってる。けど、突っ込んできたね。まあ、このまま、あ、回避持ってんな。ガモサヒでね。じゃあ、挟み込もう。こっちは？
構図が回避持ってないんだ。吉田茂政がかかってその間に蒲生貞秀を蹴散らすみたいな感じになりそうだね。ゲジオ敵の居所、いっぱい来てる。見終わったか。え、待って。なんでここに敵の罠があんの。おい、どういうことだ。え、これはもうユーサイが押して宮部も押すよね。え、松永ちょっと前に出よう。我が命に従え。いや、こんな風になる予定じゃなかったんだけどな。やりたい、思ったよりか難しくなってる。やりたい、あ、なるほど、覚悟しておけ。一丸になって突っ込んできたんだね。始めるぞ。引けるなら引こう。始めよ。罠に引き込めるなら引き込みたい。で、この側面部隊でもって包み囲んじゃえばいいよね。お、全軍突撃結果やる。でもなんでだよ。いや、ここに罠あんのおかしいじゃん。沼仕掛けてる、気づけよそこは。左近も引いて、いや、これこの沼とさ、落とし穴にかかり始めるんじゃない。命を、命を、側面にもある。始めよう。で、もう少しすると共有が使えるようになるからね。まあだよね、沼に入るよね。二部隊ゲチ叩き潰せ。壊滅。ゲチ、やっぱ相手方の左翼から削る形になってるね。さあ行くか。共有全部隊行ってる。乱世の共有、これが逃れたか。蒲生が、じゃあ蒲生に対しては左近が横槍つかまつろう。お、左近が回り込まれてるね。少し引いてこよう。左近ほどのものならね、その辺たやすいでしょう。捕まえたぞ、吉方。ご命令を、ご命令を覚悟しておけ。で、こういう風に見て、ご命令、ご命令、罠に引き込む形にしよう。趙雲と左近ね。そうこうしてるうちにもう一発共有がぶち込めると思うんだ。うん、そうだね、共有をぶちかます。これ金破壊しに来てんね。でも今更感しかないな、金の破壊は。どこ行ったやつ。スッていなかったんだけど。はい、出てこい、逃げるな、ひよ者。覚悟せよ。ゲチ、覚悟せよ。ユーサイの魚でぶち込んでろか。ゲチ、まあ、金破壊してるね。まあ今さら感しかないよな。いっか、全軍で突っ込んじゃおう。我が命に従え。で魚で入ったね。ゲチ、覚悟せよ。こっち来い。後期前、まあこれにて上帝も全滅ですね。奮闘しとけしとけ。今は飛行。やりました。やりたい。さあ、これで一気かせいに六角領奪えるかね。弱者にしよう。それが戦場よ。そうだな、さひで。さあ、捕獲でドン。時頼次、もう時ってだけで弱いんだよな。むしろ席回避だからこっちの方が欲しかった。まあ手段はなしでね。片付けない。で、ここはまあすぐに落ちるでしょう。そしたら、松ヶ島鳥羽から長野城亀山城を狙ってしまおう。城門3と亀山は、ここも城門3だね。そしたら、松ヶ島から、こうやって松ヶ島から各武将3部隊にしてやって、で、同じく鳥羽からも長野城に向けて、鳥羽を3部隊に分けて出すことにしましょう。進め！さあ、まあ、これで、日野、亀山、長野。まあ、観音寺も兵を大きく減らしたから、一気かせいに六角滅びるんじゃないかな。あ、いいね。この城、さあ捕獲でドン。誰も来ず。回避ね、席欲しいな。まあ初段なしで、そしたらまあこのまま向かうけど、観音寺は観音寺だよね。我に続け。まあ部分入城、部分騎乗か、部分騎乗でもって。まあ、ゴンベイ、ミヤベイ、常温隊返しちゃっていいでしょ。
ちょっとでもね、兵糧セーブしたいもんね。さあ、滅んだのは宇都宮。結城春友だ。優秀だよね、結城春友もね。いや、今、浅井来たのかと思ったよ。ちょっとドキッとしたんだけど。先月の終始です。言葉を失っちゃったよ。これより表情を行う金銀加工技術。いや、もうでもいらんかな、まあ、今回農軍でいきますか。光らず久秀雄斎高山右近、これにて表情を終える。あ、これと言ってないな。あ、耐震補修行っとこう。地震怖いからね。以上。下地を相変わらずマウスの調子はちょっとおかしいんだよな。新しいの買わなきゃダメかな。あ、ちょっと待って、ハタの詰められちゃってんだけど。いや、ハタのな、赤鬼青鬼欲しかったんだよな。ちょっとこれは頑張ってもらわないと困るぞ。逆にうちが山内宣戦布告して八神城に行く。あー、でもそっか。あ、まあでもそっか、ハタの山内宣戦布告すれば八神城に行ってぶつかった山名助豊を蹴散らせるか。いや、まあでもそこまでする必要はないよな。うん、いや、もう別に赤鬼青鬼来なかったら来なかったでいいっしょ。まあこのまんま行きましょう。さあ、関の島、ここもすぐじゃない？十九日ですよね。本拠地関の寺が落ちちゃ六角もおしまいでしょう。あ、即テロ、いいね。皆の者、勝ち時を。さあ、捕獲で、トン。これ、なんて呼んだっけ、カブト、サダヒデやったよ、確かね。すごい名前だよな。ま、すまねえな。能力的には全然大したことないけどね。ま、騎乗で。で、長野城も、特に問題はなかろうて。強行30日ね。よし、これでじゃあ六角おしまいですね。あっという間だったな。山崎、長則、足利旗の、いや、結んだところって感じじゃないこれ。で、どうなんすか。あー、弱えびっくりするぐらい弱いな、こいつ。いや、もうなんか雑魚の代名詞、臨戦持ってるの、臨戦万全とかさ。もう雑魚でございますみたいな感じだよね。さあ、滅んだのは二本松。相馬、相馬って結構序盤伸びるイメージあるよね。さあ、関の寺陥落。おばけ、ドン。まあ、ここでは小塚。まあ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 。もう間もなく、六角を滅亡しますからね。別所と通称、まあ結んどいてやるか。報告いたします。しょうがねえな。名簿。まあ、松永久秀はここで騎乗でいいよね。意外と兵糧も使わなかったね。とてもいいことです。そしたらこれ松永久秀帰ってきたらさ、いや、それこそ山名畑の宣戦布告して八神城行っちゃうっていうのはありな気がするね。でも勢いに任せてじゃあ山名行くかっていうと、またそれは話が違ってくるような気がするんだけど、どうしようかな。まあ、とりあえず、このまま進めましょう。で、兵が戻ってきたら、あー、でも、畑のおしまいかな。さあ、長野城陥落。もらったぞ。六角滅亡、あっという間だったね。さあ、捕獲で、ドン。来たよ。来たよ、桃地が。横山機内も来たね。ありがたし。これはいいとありがたし。では、騎乗し、六角、消滅と。早っ。本当に早かったな。あー、これダメだね。今、ちょっと待って。三好と今井結んだ？え、結んでなかった今。あれ、結んでないな。いや、結ぶわけがないよね。だって従属だもん。あれ、今井は何をした今。最下と通称を結んだのか。あれ、そんな報告あったっけ。わからん。ちゃんと画面内の文字が読めなかった。まあまあ送りましょう。旗の滅亡。山野どうすっかな。飽きないよ。行く感じじゃないよね。あ、そっか、大使って家宝このシステムだったね。
これ膝つきクリゲだっけ、島津義弘の馬だよね、松風前田刑事の馬。さあ、ひとまず武将の移動と歩兵ですね、この辺全部3000にしました。どうしよっかな、次このまま浅井行っちゃう、兵の回復を待って。もうだってね、浅井行くべきだよね、きっと。まあ山な、物伐敵面、まあこれは音ですね。仏の怒りを恐れなさい、ですよね。もうでも今さらうちに攻めてこようなんてね、根性あるやついないと思うけどな。こんな大勢力になったもん。さあ表情ですが、あ、鷹の目いいね。兵団管理遠路行軍はいいもんばっかりだな。まあこのまま農軍でいきますか。光らず全然光らんな。これにて表情を終える。さあ都市空権あるね。あー、兵団管理波状椎、ここ行っちゃうか。都市空権も捨てがたいけどね。まあ、ひとまずは以上で。あ、待って、他に何かある？マウスが言うこと聞かん。西洋医学行っておきましょう。以上。浪人たれぞ。あ、おい、見逃さないぜ。銀生だ。いいね。それありがてえ。お、あったね。ガモウチさと元服ね。まあ、スキップ。名簿。いらっしゃいませ。銀色の派手なやつが来ましたね。どうしよっかな。そしたら、ね、銀生いきなり最前線で使いたいよね。ちょっと武将を整えましょう。ひとまずガモウは、浅宮城かな。に、あれ浅宮城じゃない、あ、浅宮城だ。これ、上田が抜けて、ここに、ガモが入ってくることになりました。まあ、兵力の回復を、まずは待ちましょう。浅宮城、ここ。お、山名別所。まあ、不参戦で。抜くい。回避だったらいいけど、回避だ！行きましょう。関、行ってこい。何これ、あ、剣持ってんのか。自分のことを親指でビッて刺してんのかと思ったよ。さもありな。さもありな。51%。さあどう？上司確約77%。まあ、確約してやるか。あ、亀山あたりで。なんだと？家宝何欲しいのよ。こんな。これに家宝はもったいないでしょう。3600でどうだ。はい、さよなら。別にいいよ。ぬくいがどうした。さあ、滅んだのは、フェニックスフェニックス、さらば。なんか山田広がってんの。いや、別に、刺したる問題じゃないんだけど、なんか嫌だな。まあ、いっか。行きますか。もう困ったら浅井ね。浅井は朝倉が出てくんだよな。メスルのみ。織田向こう、あ、そっか、婚姻か。そりゃそうだね。でも徳川こっち。ねじれとる。盛大にねじれとる。いや、これ織田出てくんのか、まさか。だったら清水山とか、野津山から攻めちゃうよね。磯野一正か。迫力あるな、やっぱり。沢山の城。どうしよう。こっち行くと織田とぶつかっちゃうからな。まあ、野津山から行きますか。西からね。これ、朝倉動くかね。朝倉が動くとなると、だいぶ兵力が必要になるんだけど、とりあえず、14000、動かしましょう。出てくる予想じゃないのか、籠城か。
まあ行ってみますか。出陣する。多分朝倉動くと思うんだよな、浅井攻められたら。報告いたします。徳川と同盟あと1ヶ月。ここはしっかり延長しておきましょう。同盟延長は本願じゃ大丈夫だよね。でしょ。いやこの辺従属戦かな。別所は従属させてももうほぼ滅んでるけどね。まあまあ、まあ、特にやることはないか。そう、今回銀生初陣なんですよね。で朝倉動いたな。17000だいぶ出たぞ。さあ滅んだのは大宝寺。なんだそれは。ちょっと待って、今何。さあ同盟中なりました。ちょっと待って、本当にさっきの何。あ、米がない。米がないと。56日か。いや56日くらいで耐えられるよね。いやびっくりした今。うちかと思ったよ、毛利包囲網。毛利ってでも結構包囲網敷かれてるイメージあるよね。いたします。まあ序盤でかくなりやすいからっていうのは間違いなくあるんだろうけど、結構どうってこと。あい、もうマウスしっかりしてくれ。結構どうってことなく跳ね返してるイメージも正直ある。毛利包囲網こうやって見るとすごいけどね。ただ実質戦になるのがさ、この阿蘇とかさ相良なんて正直関係ないじゃん。九州はせいぜい大友だけでしょ。で四国全土が敵になってるけれども、じゃあ実際どこが毛利を攻めますかっていうと、一応長坂部ここら辺取ってるから攻められるけどね。まあ河野だけだよね。と三好も敵対してるのか。これ三好が結構うるさいかもしんないね、毛利にとって。まあでも別段ね、三浦三村なんか毛利にとって相手じゃないしさ、物の数ではないと思うよ。まあとは言ってもね、うちには関係ないですけどね。まあ特にやることないんでこのまま進めましょう。多分どっかのタイミングで出てくるよね。で朝倉がそこに、さあ滅んだのは別所。なんか援軍出てるけど申し訳程度に。これなんだ。さあそして柿崎滅んだね。ここも、あ、交渉、即時交渉でしょこれ。行っちゃいましょう。いや磯野一馬さ、上司投稿せんかな。どう。ダメか。はい、さよなら。まあ25日翌月ですね。洪水、おはは、見事にどこも入ってない。やったぜ。報告いたします。さあ、これより表情を行う。統制不足、いいね。まあ、今回も農軍で行きましょう。光った優才。久秀、ウコンと。いや、ガモを食い込んでくるかと思ったら、いや、高山ウコン優秀だね。これにて表情を終える。石膏配備。これですね。開墾支援でもしときますか。労役追加。以上。ゲチよ。さあ、まあ進めましょう。仏罰敵面。オーダーにしつこくもね。なんで？おいてめえ！このハゲ！なるほど、ハゲ。浅井と同盟だったか。この野郎、お前許さねえかんな。立ちはだかる者、滅するのみ。仏敵認定上等だよ。大仏像に焼いてやっかんな、おめんとこのよ。ああ、なら、とさかに来た。石山ごぼう、滅すべし。縄文4だっけ、石山ごぼうって。3か。いやーね、なんか、やってくれましたね。ほんとになんかちょっと、カチンと来たんだよな。完全に本願寺のせいじゃないけど。
いやでも物的認定上等、本願寺許すまじ、やってやりましょう。6000でもって本願寺門と、あ、これ待てよ、でも集まんだよね本願寺って。8700いっぱいに出しとこう。お前籠城すな、出てこい。出陣するぞ。6900、これでなんとかならんかな。3650ならね、なんか国衆プラス門と集結みたいな感じでさ、なんかとんでもねえ集まんじゃなかったっけ本願寺って。そのイメージあるわ。出てこい津田茂久。なんかいっぱいいる。あれこんないたっけ。津田回避か、休み行ってこい。パッとしねえ絵面がパッとしねえ。93%、98%、あ、確約でいっか。どうしよっかな。まあ有岡あたり与えてきましょう。立ち上がれ、口を引きことよ。そしてさらに、まあもう一発ね、ぬくいも行っときましょう。関、今度決めろよ。 92%、95%、50%。 あら、あ、でも上司かけ 94% か、これは言ったでしょ。じゃあハブ与えてやろう。やりました。口を引きことよ。まあこれでここに回避が2人入ったっていうのはなかなかでかいですね。いや戦にならん、籠城か。どうしよっかな、まあ、これは普通に方位だよな。かしこまった。いやこの兵数の方位めんどくせえな。ねえ、いやもう米がないんさ。そう何がないって米がないんさ。いやここ下したらもうこうしよう、アザイトは。いやめんどくせえことあったな本当にアザイさんはこうしとこうぜ。ここはな、おとなしく。いや敵増えたのうっとうしい。長島がで今なんかパンパンってちょっとマップ飛んじゃってごめんなさいね。長島城がまたね攻めにくいんだよねこれ。まさかと思うが準決勝ないだろうな。ないね。じゃあこの辺に準決勝1個立てて上限取って長島押しつぶそう。いや籠城マジでうっとうしい。報告いたします名を。てかそうか、浅井なんか前回さ、そう、近づいてたんだよね、アザイ。あ、ここ本願寺と同盟だから来ねえや、みたいな、言ってたわ。もう、記憶なくなってたわ。もうなんか、ね、頭ん中身が、支配されたわ。やっぱダメ。納金はダメ。まあもうやっちゃったもんはしょうがないからね。まあ、このまま、対本願寺戦も頑張っていきましょう。といったところで、今回はここまでにしておきましょう。今回もありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。お疲れ様でした。